どうもー、みつでございまーす。今回は、登録販売者試験第3章024、高コレステロール改善薬、覚え方過去問実演、っていうことについて動画を撮っていきまーす。僕のチャンネルなんですけども、こういう風にですね、その資格のね、合格の動画とか、まあ、いろんな動画を撮っていくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに、わかりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、あとは動画が役立ったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあ話をしていくんですけども、まあ、なんとかですね、ちょっとね、過去問までは、まるっとですね、一気にね、ちょっと水を飲みながらでもなんとか頑張っていこうと思いますんで、ちょっとね、一旦切るときはまた、話していきますので、よろしくお願いします。それでですね、血中コレステロールと、高コレステロール改善成分の働きということで見ていくんですけども、コレステロールは、細胞の構成成分で、胆汁酸や、副腎皮質ホルモンなどの、生理活性物質の酸性ですね。まあ、作るってことですね。これに重要な物質であるため、体内に不可欠な物質であると。コレステロールですね。それで、まあ、この胆汁酸とかね、まあ、この辺については、まあ、僕の動画の2章の丸5で話してますし、副腎皮質ホルモンですね。これについては、2章の12で話してますんで、動画の方もですね、ちょっと見てもらいたいんですけども、まあなかなかね、その動画見るのちょっと時間ないよ、すぐは見れないよっていう方は、まあせっかく出てきたんで、ね、まあその、この辺に該当するですね、過去問をちょっとね、1問2問やってみるっていうのでもいいと思いますんで、せっかくね、こういうのが出てきてるんで、ちょっと復習しておいてください。それで、コレステロールの酸性及び代謝は、主にですね、肝臓で行われますよと。まあこれは2章の6ですよと。まあこれね、肝臓の過去問やるとか、そういうのもいいと思うんですけども。それで、コレステロールはですね、水に溶けにくい物質であるため、血液中ではですね、この血小タンパク質っていうものとくっついた、リポタンパク質となって、存在していますよということですね。で、リポタンパク質は、比重によって、いくつかのね、種類に分類されるんですけども、1としてですね、まあ、これはもうおなじみだと思うんですけども、低密度、リポタンパク質 LDL ってやつですね。で、またの名を、悪玉コレステロール。まあ、これは、コレステロールを、肝臓から末梢へ運ぶ、リポタンパク質であると。で、これね、ちょっと覚え方なんですけども、こういうふうにね、まあ、これちょっとぬいぐるみなんですけども、結局ですね、立ってる人をちょっとイメージして、ですね、まあ、ローですよね。ローで、この要するにね、まあ、この辺かな。その肝臓からまあ、その末端じゃないですか。だから立ってる人をイメージするとですね、この内臓から末梢って下じゃないですか。だから足とかをこうイメージしてもらえるといいと思うんですけども、だからまあ肝臓から末梢ね。だからローですよね。これ下ですよね。だから基本的に低いですよね。低いって、まあどっちかというと悪いイメージじゃないですか。例えばね、その点数が低いとか、なんかね、偏差値が低いと。だから、まあ、そのね、肝臓から末梢に行く、まあ、ローですよね。まあ、これは、ローで、LDL で、悪玉ですね。それをちょっとイメージすると。それで、高密度リポタンパク質。これは HDL。またの名を善玉コレステロールなんですけども、これは、ですね、末梢から肝臓なんですよ。またね、立っている人、まあ、これ人じゃない虎ですけど、人をイメージすると、末梢から肝臓って上じゃないですか。
だからハイ、まあ、ハイっていうのはまあいいですよね、まあ、ハイクラスとかね、まあ、飛行機なんかね今乗れないですけど、その、まあ、ハイクラスね、ファーストクラスかなとか、まあ、いいイメージなんで、まあ、こういうイメージでですね、その LDL と HDL、善玉悪玉、要するに肝臓から末梢なのか末梢から肝臓なのかと、まあ、これをちょっと、イメージしてみてください。このように、2種類のリポタンパク質によって、肝臓と末梢の間を、コレステロールが行き来しているが、まあ、こっちですね、肝臓から末梢行ったり末梢から肝臓行ったり、血液中の LDL、まあ、ローだから低いですよね。低くて、低いと基本的に悪いっていうイメージですね。悪玉が多く、HDL ですね。ハイだから、要するに高い。まあ、いいっていうイメージですね。善玉。まあ、これが少ないと、コレステロールの運搬が、末梢組織側に偏って、まあ、要するに、結局ですね、LDL ですね。その、肝臓からその末梢に行くね、悪玉の方が多いと、で、この末梢から肝臓に行く善玉の方が少ないと、結局ですね、末梢側に偏ってしまうと。で、その蓄積を招いてですね、心臓病とか肥満、動脈硬化症などの、生活習慣病につながる危険性が高くなるよということですね。それでですね、この血小中の、リポタンパク質のバランスの乱れっていうのは、生活習慣病を生じる、前の段階では、自覚症状をね伴うようなものではないため、自分で気づいて、病院に行くっていうよりも、むしろ偶然とかですね、生活習慣病になっちゃってから、指摘されることが多いよということですね。それで、医療機関で測定する検査値としてですね、LDL ですね、低いからまあ悪いやつ、悪いってイメージですね、悪玉が140以上ですね、で LDL、ハイなんでまあいいイメージですね、まあ、これが40未満、中性脂肪が150以上のいずれかの、いずれかである状態を脂質異常症というと。別にこれ全部じゃなくても、だからこの悪玉が140以上なんで、140も入っちゃいますよね。だから善玉が40未満なんで、40は OK ってことですね。39だと脂質異常症っていうことですね。これだけ、真ん中だけ満たしても。あとは、これとこれ上2つは満たしてないんだけど、中性脂肪が150あれば脂質異常症ということですね。この辺のね、数字ある程度健康診断とか受けたことある方は、イメージしやすいとは思うんですけども、これですね、結構試験で、僕も試験で出たんですよ、実際。それで、3つを覚えるっていうよりはですね、この悪玉の部分をですね、ちょっと覚えるといいんじゃないかなっていうことで、人知れずですね。人知れず、悪いことをする。これは異常だということですね。これ。この140を思い出せる。異常だと異常、かけてるんですけども、基本的に悪いのがいっぱいあるとやばいじゃないですか。で、または逆説的にいいのが少ないと、それもそれでまずいじゃないですか。だから、中性脂肪は基本的に多いと悪いですよね。140を思い出したら、これ近いですから150でね。だからこれを思い出していただいて、40っていうのは、これ消しちゃえば40ですから、だからこれを覚えておくことによって、これとこれもある程度思い出せますし、混乱しないっていうね、メリットもあるんで、LDL の140以上をちょっと覚えてもらえればいいのかなというふうに思いますね。それでですね、高コレステロール改善薬は、血中コレステロール異常の改善ですね。あとは、その異常に伴うですね、末梢血行障害、手足の冷えとかしびれ、
まあ、こういうものの緩和などを目的として使われますよと。末梢組織へのコレステロールの吸収を抑えたり、肝臓におけるコレステロールの代謝を促すなどにより、血中コレステロール異常の改善を促すとされる成分、抗コレステロール改善成分を主体として配合してるよと。それでですね、ちょっと水飲みますね。代表的な配合成分、副作用についてなんですけども、抗コレステロール改善薬の1として、ですね、大豆油、不健化物ですかね、ソイステロールですかね、まあ、こっちの方が僕は言いやすいですかね、ソイステロール。これにはですね、腸管におけるコレステロールの吸収を抑える働きがあるとされると。まあ、ここですね。このコレステロールの吸収を抑えるっていう、まあ、ここがポイントなんですよ。それで、覚え方なんですけども、ですね、コレステロ、コレステロ、ソレステロはダメだよということでですね、要するに、これですね。コレステですね。抗コレステ。コレステロ、ソイステなんで、これね、試験の場合は、両方、併記されますから、両方書いてありますから、どっちか覚えてればね、できるんですけど、まあ、コレステロ、ソイステロ、ソレステロ、まあ、これはダメだよと。あんまり、まあ、断捨離しすぎちゃダメだよと。まあ、ダメだよってことは抑えるってことですね。ステロ、アレステロ、これを抑えるっていう。まあ、そういうような感じですね。次がですね、抗コレステロール改善成分で、2としてですね、リノール酸を含む植物油、あとは、ポリエンホスファチジルコリン、まあ、ほな、まあ、かっこ悪きはいいですね。これちょっと省略しますんで、これは、コレステロールと結合してですね、代謝されやすいコレステロールエステルを形成するとされ、肝臓におけるコレステロールの代謝を促す作用を期待して使われるよと、2と3はということですね。それで、覚え方なんですけども、これちょっとね、もう相当強引なんで、一応ですね、昨日、まあちょっとね、リノールとちょっと機能をかけてんですよ。リノー機能。ホリエモンボス。ホリエンホスなんでね。ホリエモンボスですね。ホス。リノー機能、ホリエモンボス。まあ、これで一応二つ網羅してると。コレステロって言ってて、結構会社にいたよと。まあ、コレステロなんで、抗コレステロールですね。コレステ。まあ、コレステロって言って、結構ですね。結合代謝。結構代謝。結合代謝ですね。いたよ、ということでですね。まあ、これはちょっとこの動画のためにですね、ちょっといろいろ相当考えて作ってるんで、無理に入れてますから、まあ、なんかね、どっちかだけでも、まあ、ホリエモンボスとかはなんか言いやすいかもしれないですし、まあ、リノーと機能とかね。まあ、何かこの抗コレステロール改善薬と、ちょっとね、結びつくきっかけになってくれればいいのかなっていうふうに思いますんで、まあ、ちょっとね、相当この動画のために無理して作ってるっていうのはですね、ちょっとご承知いただければと思います。それで、次がですね、抗コレステロール改善成分の、パンテチンなんですけども、LDL ですね。ローなんで、悪玉などの、以下排泄を、促進し、リポタンパクリパーゼ活性を高め、
HDL、まあ、ハイなんでいいってことですね。善玉酸性を高める作用があるとされていると。まあ、パンテチンですね。それで、ですね、これ、チンピラオパンチなんですけども、要するに、これちょっとね、線抜けてますけど、まあ、チンですね。チンピラオパンチっていうことですね。悪党を追い出し、善人が増えるのを助けると。まあ、悪いやつをね、パンチして追い出すと。そうなると、結局ね、悪い人をこうね、去らせて、いい人がね、増えるように、まあそういうふうにすると。まあ何でも集まりでも何でもそうですよね。だから、ですね、その悪玉を排除してね、排除して、善玉がね、増えるのを、こう、なんていうのかな、高めるということで、ちょっと作ってみましたんで。それでですね、今説明した、高コレステロール改善成分の1から4、いずれも、悪心、あとは胃の不快感とかですね、こういう、消化器系の副作用が現れる可能性が、いずれもあるよということですね。それで、次、ビタミン成分について見ていくんですけども、ビタミン B2 ですね。で別名が、リボフラビン、酪酸かな、酪酸エステルなどですかね。いいんだな。酪農の酪ですもんね。それで、結晶中に、過剰に存在するコレステロールは、過酸化脂質となって、種々の障害の原因となることが知られており、リボフラビンはうんぬんかんぬん、まあ、いっぱい書いてあるんですよね、これ。まあ、これはちょっと全部読まないですけども、ですね、その主な作用としては、中性脂肪、制御作用と、過酸化脂肪分解作用。まあ、こういうのを有するっていうふうに言われていると。まあ、これ全部覚えられないですからね、さすがに。だから、ビタミン B2 です。リボフラビンってやつですね。それでですね、ちょっとですね、覚え方を見ていくんですけども、これは、需要競争保険薬でも後から出てくるんですよ。それで覚え方なんですけども、太ってフラフラ、まあ、フラフラなんで、まあ、フラとフラってなってますよね。同じダブってますよね。だからまあかける2ってことで、それでですね、まあ、かける2っていうのがこのビタミン B2 の2とかかってるんですよ。でリボフラビンのフラですね。で運動で脂肪抑制、分解しないとというふうになってるんですけども、まあ、なんでこれが入ってるかっていうとですね、この需要競争保険薬っていうところで、さらに詳しくね、このビタミン B2 見ていくんですけども、ちょっとですね、予習すると、ビタミン B2 は、脂質の代謝に関与しと、まあ、ビタミン B2 っていうのは脂質の代謝に関与するっていうのが、需要競争保険薬で勉強するんですよ。なので、ちょっと先回りしてですね、この覚え方の時に、まあ、太ってと、まあ、脂肪でね、ちょっとかけて太ってっていうのを入れて、運動で、脂肪、制御、分解しないとっていうことなんで、まあ、まあ、代謝に関与しと、まあ、この辺ですね、ちょっと脂肪のところを絡めてると。まあ、あとごめんなさい。こっちですね。こっちの方にね、ちょっとかけてるっていう形なんで、ちょっとですね、この需要競争保険薬の、その脂質の代謝に関与しというところでですね、ちょっとこれが入ってますので、チェックしておいてください。それで、リボフラビンの摂取によって、尿が黄色くなることが、あるんですけども、これはですね、使用の中止が必要となるような副作用等の異常ではないですよということですね。それでですね、さっきちょっと予習見ましたけども、ちょっとすいませんね。それで、ちょっとですね、先に進んでいきますと、で、需要競争保険薬のところで、ビタミン B2 を細かく見ていくんですよ。その時にですね、まあ、ごちゃごちゃいっぱい書いてあるんですよ。こんな長いのもあるんですけども、
結局ビタミン B2 っていうのはフラビンフラビンフラビンってこれが入るんですよ。だからこれね、さっきの覚え方を覚えておくとですね、全部あのフラビンイコール、かける2だから B2 っていうことでわかりますんで、これでですね、いいんじゃないかなと。まああと働きはですね、こんな感じでですね、いっぱいあるんですよね。こういう、まあ、口系のものとかですね、肌荒れとか、まああと疲れとかですね、まあこういうものに、ビタミン B2 の補給っていうのがまあ用いられるよと。それで、まあここもね、さっきやったところなんで、これが、ちょっと先回りしてやったというところですね。それでですね、ビタミン E なんですけども、トコフェロール、酢酸エステルっていうことでですね、ビタミン E は、コレステロールの、過酸化脂質の生成を抑えるほか、まあ、あとはですね、血中コレステロール異常に伴う、末梢血行障害ですね。まあ、だからよくあの手足の、冷えとか痺れとかって言いますよね。まあ、こういうものの、緩和を目的として、ビタミン E、トコフェロールはですね、使われるよと。それで、これなんですけども、ビタミン E はですね、E トコへ、まあ、これですね。いいとこへ、行きましょう。抹消ですね。いいとこ、とこへ。まあ、いいでが、いいとこへ。いいとこへ、行きましょう。ということでですね。ちょっと覚えたらどうでしょうか。それで、ビタミン E 同様の作用を期待してですね、ガンマオリザノールが配合されている場合もあると。で、これに関しては、何回も出ている滋養強壮保険薬のところで出てきて、そこをね、参照して試験を出しますと。厚生労働省のマニュアルということですね。ですね、ここからは生活習慣改善へのアドバイス、受診勧奨などということで見ていくんですけども、コレステロールは食事から摂取された糖及び脂質から主に産生されると。コレステロールですね。コレステロールは、食事から摂取された、糖及び脂質ですね。まあ、太る原因って言われてるようなものですね。こういうものを多く含む食品の、過度の摂取を控える。日常生活にですね、適度な運動をまあするとか、こういう生活習慣の改善を図るっていうことが大事でですね、こういうお薬の、使用による、対処っていうのは、あくまでも食事とか運動の補助的な位置づけだよと。それで目安としてですね、まあこれもね、健康診断を受けてる人だったらもうわかると思うんですけども、男性なら85センチ、女性なら95センチ以上である場合には、生活習慣病をね、生じるリスクが高まるとされており、血中コレステロール改善薬は、結果的に、生活習慣病の予防につながるものなんですけども、こういうですね、ダイエット目的をする、お薬じゃないよというところもですね、まあこれもね、その感覚でもうわかるとは思うんですけども、一応ちょっと押さえておいてください。それで、まあそのね、医薬品の販売に、携わっている専門家は、その辺ですね、正しく、理解を促すということが大事だよということですね、ダイエット目的のものじゃないよということですね。それで、生活習慣の改善を図りつつですね、しばらくの間、まあ、1から3ヶ月ぐらいですね、このね、抗コレステロール改善薬を使っても、なおですね、この数値が良くならないときにはですね、遺伝的または内分泌的なね、原因も疑われるため、一旦お薬の使用を中止して、お医者さんのですね、診療を受けるなどの対応が必要ですということですね。このような場合ですね、医薬品の販売などに従事する専門家は、
そのね、お客さんに対して、高コレステロール改善薬の使用を、漫然とね、継続せずに、病院をね、適切なタイミングで、受診するように、促すべきだよということですね。ですね、一気に喋れましたんで、じゃあこの後ちょっと過去問をやっていきます。はい、じゃあ過去問やっていきます。で、これは、令和元年の高知県の問題なんですけども、脂質異常症にね、こういう状態を言いますっていう組み合わせなんですけども、これパッと見てわかりますかね。それで、まあ、試験を受けていて、まあね、その度忘れして、このどれがどれだかわかんなくなる場合ってあるじゃないですか。で、そういう時にですね、要するに脂質が異常だってことは、まあ脂肪が多いってことですよね、普通に考えたら。って考えると、このね、異常って書いてあって、まあ未満って書いてあるじゃないですか。だから未満ってことは、いいものが少ないっていうのはやっぱ良くないですよね。悪いものが少なかったらいいことじゃないですか。ね、その例えばね、悪党がいて、10人悪党がいるのと3人だったらまだ3人の方がマシじゃないですか。でも、いい人がね、10人いるのがたった3人になっちゃったら、それってまあ、一般的に言ったら悪いことじゃないですか。だからこの未満っていうのは、いいものが少ないものが異常だっていう考えなんで、いいのっていうのは、ハイかローだったら、ハイの方でしたよね。だからハイっていうのは、善玉の方ですね。なので、ですね、HDL が C に関しては入ると。それで、まあ、A と B がね、まあ、そうすると2か5が正しいっていうことになるから、この A、B の組み合わせがね、どうしても思い出せなくても、2か5か A ってこう、印つければ、5択か2択だったら、まあ、当たる確率全然違うじゃないですか。要するに 20% か 50% かですかね。だと全然違うんで、まあ、それがね、一つあるっていうのもあるんですけども、まあ、それでですね、覚え方が、まあ、この悪玉にね、着目して、人知れず悪いことをする、まあ、異常だっていうことで、まあ、これですね。だから、まあ、悪玉がね、140以上あると、もうこれだけで脂質異常症ってなっちゃうんで、だから、こっちにですね、B に、悪玉なんで、ローですね。ローが入るんで、だから、ロー、ハイ、中性脂肪なんで、まあこれは2番が正しいということになるんですけども、まあ一応ね、その度忘れしたときに、まあここだけでもね、ちょっと考えられると、当たる確率がちょっと上がるんじゃないかなということですね。それでですね、ちょっともう一問やっていくんですけども、ちょっと今ね、動画を撮り直してるんで、ちょっと丸つけちゃったのがあるんで、ごめんなさい。それでですね、ちょっと、これが、令和元年の、東京の問題をやっていくんですけども、まあ、これはですね、正しい組み合わせはどれだっていうことなんですけども、でまあ、このね、A、B は、そんなに画面見なくてもわかるとは思うんですけども、高コレステロール改善薬は、このダイエット目的ですね、これを目的とする医薬品ではないと。まあ、これはもちろんそうでしたよね。だから、これは丸っていうことで、それでですね、B が、リボフラビンの摂取によって、尿が黄色くなった場合は、使用を中止する必要があると。これはどうでしたかね。これはなかったですよね。で、そもそも、リボフラビンって何だったかっていうのって覚えてますかね。で、これは、ちょっとですね、ちょっとチカチカするかもしれないですけど、ちょっと画面をね、ちょっと行くと、あ、これですよね。だから、リボフラビンはですね、これですね、フラフラですね。太ってフラフラ。だから、フラフラなんで、フラかける2。だから、B2 っていうことで、それで、まあ、これですね。黄色くなることがあるが、問題ないよということなんで、まあ、これは×ということですね。で、ビタミン E っていうのは、コレステロールのですね、整合性抑制やうんぬんかんぬんってありますけど、これはどうですかね。これは、ちょっと×なんですけども、ですね、この、
ビタミン B のね、この働きの中に、このね、問題の部分がいろいろ書いてあるんですよ。まあ、この辺ですね。この辺ですね。排泄、異物。まあ、ちょっとね、ここは僕紫つけてないんで、僕はちょっとね、こっちの方に、重きを置いて、やってるんですけども、まあ、これですね。過酸化脂質分解作用っていうことで、僕の場合だとね、その抑制とか、分解の方に運動で、まあ、抑制分解しないとっていうことでやってるんですけども、じゃあ、まあ、ビタミン E のね、項目をちょっと見ていくと、ですね。ビタミン E はですね、どんな働きがあったかっていうと、まあ、このね、過酸化脂質の生成を抑えるっていうのはあるんですけども、末梢血管障害の緩和。まあ、これがね、大きなポイントというか、まあ、見分けるポイントでもあるわけですよ。で、トコフェロールっていうのが入るんですよね。だから、これは、いいトコフェですね。いいトコフェ、行きましょうっていうことで、これはですね、ビタミン E は、E、ビタミン E の E で、いいとこへ、ですね。いいとこへ行きましょうっていうことなんで、これは違うってことですね。それでちょっとぐーっと戻ってですね、リノール酸は、腸管内における、コレステロールの吸収を抑える効果を期待して、使われるというふうにあるんですけども、これはどうでしょうかね。まあ、ただね、これもうここまで分かってれば、丸バツバツなんで、まあ、これもう丸バツバツって5番しかないんですよ。でも一応ちょっと戻っていきますね。リノールさんはですね、最初の方だったんで、ちょっと一気に戻ってきますね。あ、こっちまで行かないかな。ごめんなさい、ちょっと行き過ぎましたね。あ、これですね、この辺ですね。それで、ですね。まあ、このコレステロールの吸収を抑える作用っていうのはですね、これは、ソイステロールなんですよ。だからですね、コレステロ、ソレステロはダメだよと。まあね、要するに抑えると。コレステロ、アレステロってしちゃダメだよ、あんたっていう、まあね、抑えると。いうことなんで、まあこれは罰なんですけども、じゃあリノール酸は何だったかっていうと、これはね、その、ホリエモンボスっていうね、ちょっと強引な、覚え方したやつですけども。まあ、これはですね、コレステロールと結合して、代謝されやすいコレステロールエステレを作ると。で、まあ、その肝臓におけるコレステロールの代謝を促す、効果を期待すると。ね、昨日、ホリエモンボスコレステロって言ってて、結構会社にいたよと。まあね、その結合、代謝ですね。っていうことなんで、コレステロールの吸収を抑える作用ではないので、これも×っていうことですね。ちょっとですね、もう一問やるんですけど、ちょっと準備があるので、一旦ちょっと動画を切りますね。じゃあすいません、動画つなげて、ですね、令和元年の大阪の問題をやっていきます。で、まあこれも正しい組み合わせなんですけども、リボフラビンは、コレステロールと結合して、代謝されやすいコレステロールエステルを形成すると。これはどうですかね？これはですね、結局、この文章に書いてあるのって、リノール酸とかですね、リノー機能とかホリエモンボスとかなんですよ。だから、まあ、さっきね、ちょっとリボフラビンは見たんで、ちょっと割愛はしますけどもね、画面、激しくちょっとスクロールしちゃうんで、だこれは、×っていうことですね。まあ、これらが、この内容に該当するっていうことなんで、これはちょっと×っていうことですね。それで、ソイステロールは、腸管内における、コレステロールの吸収を抑える働きがあるとされると。まあ、なんかね、ソイって、ま、大豆なんで、まあなんか大豆は吸収を抑えるとか、まあそういうね、自分なりのなんか覚え方でもいいとは思うんですけども、一応ね、その、まあソイステなんでね、コレステロ、ソレステロはダメだよと。まあダメだから吸収をね、まあ抑えるとダメだよというようなイメージなんで、まあこれは丸ということですね。
それで、パンテチンですね。まあ、これは結構ね、いい覚え方だったんですけども、LDL なんで悪玉ですね。悪玉の、要するに出すのをね、促進して、これですね。HDL ですね。その善玉を、高める作用があるとされるということだったんですけども、これはどうだったかっていうと、ですね。これは、チンピラをパンチですね。悪いやつを追い払うと。それで、いい人が増えるのを助けるっていうことだったんで、これは丸っていうことですね。まあ、この時点で、バツ丸丸なんで、バツ丸丸っていうのはもう1番しかないんですよ。だからまあね、その、ある程度もうこれでわかるんですけども、これがもしね、わからなかったとしても、それでですね、ホリエンボス、まあ、ホリエモンボスですね。もう訳しちゃって。ホリエモンボスは、ま、こういう働き云々ってあるんですけども、ホリエモンボスはちょっと違いましたよね。その結構代謝、結合代謝でしたよね。だから、まあ、これはね、ちょっと全然違うんで、まあ、そのね、エリノール酸とかホリエモンボスは、コレステロールと結合してですね、コレステロールエステルを、形成。まあ、あとは、コレステロールの代謝を助けると。昨日、ホリエモンボス、コレステロって言ってて、結構会社にいたよと。結合代謝ですね。まあ、なんかですね、とにかくまあ、僕無理して作ってるものなんで、なかなかですね、いや、ちょっとお前強引だろっていうね、ご指摘もあるとは思うんですけども、まあ、一応このね、動画のためになんとか作れる、語呂合わせっていうか、覚え方は一生懸命作ってますんで、自分のね、これはいいかなっていうところを使ってもらえばと。別にね、僕が言ってるから全部それで、覚える必要もないんで、自分のとね、組み合わせて、やっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。今回はですね、こんな感じになりますので、まあ、頑張っていきましょう。今日は暑いですけどね。じゃあ、またお会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。